っていこうと思いますけども、今日はね、はい、巷で話題のコロスケ。コロナやないかい。今、ねるねるねるねの二の液をいただきました。それコロナやないかい。だめだ。竹下フレーズたち。おせえな。ちょっと遅れてんだよな。いい波乗ってんねー。全部出さなくてもいいんだよ。全力で出したいから。あ、そうですか。そうですか。でね、今呼吸器感染じゃないですか。苦しくなるっていうのはね、よく殺すけど、どれぐらい苦しいかっていうのよくわからん、うん、ね、最近話題なのがこの SPO2 モニター、はい、まあ、サチュレーションモニターって言ったりするけど、うん、このこうやってやると自分の体の中の酸素がどれぐらいついてるかがわかるよということですね。まあ、100% がマックスとして、はい、今僕の体は 99%、うん、で隣のちっちゃい字が脈拍ですね。今63とか4とかかな。コロナじゃないね。違いますね。でこれが、まあ、コロスケにかかると落ちてくると、うん、ね、呼吸が苦しくなるということなんですけど、どれぐらいになると苦しくなるかと、ね、はい、いうことが重要ということでございます。でね、こっちがね、酸素 の高さね、うん、こっちが SPO2 で 100% がマックスですわ。 100% マックス、ここね、ここ 100% としましょう。で99、98、97、96、95、94、93でこうやって落ちます。急降下わかる。ここが 93% ぐらいで 92% とかこっち行くんだけど、だから 95% と 93% で全然違うの分かる。えらい違いですね。えらい違いなんですよ。ここがポイントで、みんなこういうカーブだと思うから、うん、95、94、93ってあんま変わらないように見える。同じグループだと思ってた。100、99、98のと、うん、この95から93で全然違うの分かる。うん、めっちゃ落ちたね。ここが重要だよ。ここがね、こことここ全然違うでしょ、うん、だから93とか切るとめちゃくちゃ苦しいことないから。タバコ吸ったやつだとちょっと落ちるけど、そんな93になることはないですよ、うん、ただコロスケとか喘息発作とかだとそう落ちてくると、怖い。全然違う。じゃあそれを体験してみようと。えちょっと息止めてみてね。あ、2人でね、うん、で、どれぐらいまで落ちるか、うん、めっちゃ苦しいと、もうこれ以上無理、息できませんっていう時にどれだけ下がるかですわ、うん、それが通常時になっちゃうのに。そう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 よ。からかるとは、うん、そういうこと。やっべえ、ね、やばいでしょ。だからどんだけ苦しいかっていうのね、うん、やってみようと。オッケー、体験だね。それではレッツレッツコロスケ。どうやってやるの。息止めるよ、オケで。オッケー、水止めて。さてそれでは、さてそれではやってみたいと思います。よっしゃ。ちょ、まずこれが今なんぼじゃ、うん、いいですか。うん、いきます、はい、いきますよ。いいよ。せーの。やっぱ先生プール習ってるからきっとさ、長時間で苦しい、うん、今 99% 全然下がらないね。98%、 99%、 そろそろ苦しいですか？全然 99% キープしてます。いざすすめやきち。いや、全然変化がないですね。 99% です。なんじゃ、苦しい。まだだ、まだだよ。まだ 98%。 全然苦しい。そうじゃん。全然落ちない。あ、今97まで落ちた。でも脈はちょっとで早く。めっちゃ苦しかったよ。全然ダメじゃん。え、そんなにエイキトメントダメってこと？そんなもんじゃないのよ。だけみんなこれより苦しいってことでしょ。うん、やば。私もやってみる。あ、今96は出ましたけどね。96になった。うん、さっきね。あ、96出た。次私。やってみる。うん、オッケーオッケー。ちなみにちょっとね、湯がこういうお湯で熱すぎてね、顔がね、熱くて熱くて。やだやだ、ね、このままでいいですか。汚い、なんかほら、私なの。もじょ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 が浮いてた今。
冷たいがいいですか？いや、ぬるめで。全然ダメじゃん、先生。みんなすごい偉いんだね。いや、めっちゃ偉いと思うよ。だってこのさ、さっきので一番下がって96でしょ。やべえって、本当に苦しかったもん。次、ひかちゃんの番です。はい、よっしゃ。今何パーセントですか？まあ、98です。え、私これ前で取れるね。まあいいわね。これもういいか。よし、いくよ。よーい、スタート。べしゃべしゃにこぼしてるけど、あとで拭けよお前。そのマリまだ余裕だな、さすがに。99% でございます、ただいま。うん、ただいま98だね。まだ大丈夫なの？もう！もういいわ、お前！全然だ、98! 冷たい、冷たい、冷たい！今やばい、今やばい。98だね。ダメか。取れてますよ、全部。ということで、もう一回したい。もう一回したい。ちょ、普通にやってみるわ。うん、ちょっと普通に。よかったじゃない。いきます、息吸って吐いて。何パーセントですか？98。無理だわ、本当に苦しい。え、次わし。98、やばいな、本当に苦しいってこったわ。任せて。苦しかった？すっごい苦しかった。これリアルタイムだから今何パーか出るからね。私今は今98%。いいよ、いきますね、はい、せーの。99です。息すんな。隙間から息すんな。隙間から息すんな。99だね。舐めるな、舐めるな、舐めるな。アホ誰が。あ、7 96 7、あ、戻ってきました。これ無理だよ。無理だな。そう、やっぱ90、今我々一番下がって6だね。まだあの上のラインだわ。ポンって下がるとやっぱりすげえ苦しいんだと思うけん。これやばいね。95とか4とか切って93とかになるとまずやばいんだと思う。本当に苦しいから、ね、はぁ、あ、大げさじゃなくなるもんね。喋れた。やっぱりちょっとね、言うのもらえるのは怖いね。怖いね。怖い。喘息とかも怖いね。怖いね。皆さん本当に十分感染には注意してください。気をつけてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。TikTok や Instagram もやってます。